スシーズン3東京満喫新ラジオ見てね見てね。今回は思う存分東京を味わう修学旅行でございます。修学旅行はメンバーが2グループに分かれていろいろな体験をしてもらいたいと思います。 A チームが体を動かし東京満喫チーム。おいよ、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 めっちゃ早い。後ろから来た。さあ与田城くんが来た。おっとエンドしてしまった。まだ1周しかしてませんよ。ズンボさん諦めた。うわ結構与那城くんがさあどうだ。おお行った。これあのすいません、あの降りれないです僕。高所恐怖症。はい、いけ頑張れ、さあ頑張れ、はい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 、おっと頑張れ、頑張れ、ここで頑張れ、頑張れ。そして B チームが頭を使って社会を体験。これから体験していただくのはこちらでございます。子供が主役の街キッザリアです。番号1 1 2 2。はい、気をつけ、後ろを向いてホースの使い方の説明。はい、ホースに返し、わーさあ窓の中を狙って火が強いところを狙って、せーの、救急車が曲がります、ご注意ください。せーの、1 2 3。うわ結構強めに。アーティックが必要です。危ないので皆さん一歩離れましょう。ショックが完了しました。はい、 I'm expecting you to blow my mindIt's made fashionable with various processes. あ、商社。うわすごい、ここかな。ジェネラルトレーディングカンパニー伊藤忠商事。わお、すごい。僕商社ちょっと憧れてました。はい、何やることか分かりますか。海外とかのものを日本に入れたり逆に送ったりする。はい、こんばんは。こんばんは、お願いします。お願いします。 J1 の河野純喜です。河野 D と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあジャケットを着ていただきたいと思いますので、はい、商社マンのジャケットを着たいと思います。はい、すげー、すごい。じゃあ一回じゃあ着てみてください。はい、どうでしょう、サイズの確認をします。うわぴったりです。どうですかサイズは。ぴったりです。大丈夫ですか。はい、あ、じゃあそれで。伊藤忠って書いてある。すげー。そうなんです、伊藤忠です。キッザニア、はい、世界にもたくさんあるので英語を使います。はい、英語で挨拶していきましょう。はい、キッザニア夜の街なんでこんばんはで挨拶します。はい、Let's speak English everyone. Good eveningGood evening. Thank you. Welcome to the Itochu Corporation Dinner Training Company. My name is Onodi. I'm a chief trader. What's your name? My name is Junki. あ、Junki. Nice to meet you. 今日は Junki さんに総合商社お仕事をしていただきます。はい、どんなお仕事をしていると思いますか。本当になんて、はい、その世界に向けてなんかいろんなものをこう輸入したり輸出したりする手助けを。その通りです。はい。
輸出や輸入で商品を取引するお仕事をしています、はいはい、いいなので私たち商社パーソンは日本だけじゃなく世界にもいます、はいはい、今日はですね日本の製品を外国のお客様に発信するお仕事ですね、うん、ずらっと私たちのお客様たくさんいます。はい、Too many English。 今日のお客様ですジョン・スミスさんですね、うん、アメリカのデパートで、うん、日本で作られたデニム製のバッグを売りたいと、ね、うん、書いてあります、プレゼンテーションを見せてください。ちなみにデニムって言葉はご存知ですか？デニムは分かります。あ、どんなものでしょうか？はい、デニムはジーンズ、ん？なんて言えばいいの？はい、ジーンズなの製品のこと、はい、デニムって言います、うん、実はこちらもデニムで作られています。これもデニムなんですか？はい、こういう生地で作られたバッグを、はい、純喜さんにはこちらのバッグの良さを、わー、かわいい、はい、どうぞ開けてみてみてください。ナイス。こちらはあのデニムを作るときに余ってしまった生地で作ってるエコバッグです、うん、とてもエコですね。はい、そうなんです、そうなんです。ジョンさんにはそれぞれこの大事なポイントがありまして、うん、それを伝えてプレゼンテーションに伝えていただくんですけど、はい、こちら何色だと思いますか？これはちょっとデニムの中でもなんか黒っぽい。そうですね、ちょっと黒っぽい、はい、まあ、紺色だったりといった色ですよね、はい、まず糸に色をつける作業、染めるから見ていきたいと思います。じゃあデニム製品を作る映像です。国産デニムができるまで、まずダイ染める、糸に色をつけていくんですね。何度も何度も染め直してこういう綺麗な色を出します。はい、そうなんです。こちらインディゴブルーっていう色なんですが、はい、日本はこういう技術がとても上手なのでジャパンブルーって呼ばれてるんです。はい、ぜひ覚えておいてください。 This color is Japan blue. Yes, that's right. 何をしてるんですか？洗濯機？そうなんですよ、こちらジャブジャブ洗ってるんですね、はい、洗うことで生地が硬いのは柔らかくなって、はいはいはい、履き心地も良くなります、はい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 、で色もウォッシュ加工でちょっと色あせるんですが、ファッション的にはおしゃれに見えるわけですね。これ触った感じどうでした？丈夫そうですか？すごい丈夫そうで、しっかりなんていうか触り心地も優しいけどすごい丈夫、はい、うんうん、うん、いいですね。そうですね。で最後エコです。エコという言葉はご存知ですか？エコは知ってます、はい、優しい。あ、そうですね、地球に優しい。地球に優しい、はい、はい、そうです、そうです。製造の段階どうしても余っちゃった生地を使っているんですね。なので地球にも優しいで丈夫で使いやすいエコバッグとしても使えるよっていうね。これが最後のエコです。めちゃめちゃいい。はい、おっと、純喜くんが商社マンになってますね。打ち合わせしてますよ、ものすごいフレーズかな。あ、これ実際にジーンズなどで使われてる。うわ、すごい、はい、これがプレゼンテーションする時のなんか資料みたいになって、ね、はい、うわ、このいろんな生地とかがあって、え、すごい。 Various Processes Processes。このすごい絶妙 な, なんか、うん、あの色あせ具合が、はい、まさかこう工場の洗濯でできてるなんて知らなくて。あ、そうですね、はい、ちょっと伝えたいなって。うわ、すごい、こうやって実際に商社の方が資料を作って、まあ、もっと難しいとは思うんですけど、はい、うわ、すごい提案をするわけですよね、世界の方を相手にですね。すげえ、マジですごい、はい、で、こっちが一つ目です。はい、こちらですね、はい、Made with and used fabric in good quality. I'm so nervous. I'm so nervous. こっちで。あ、ありがとうございます。こちらに移りますので、はいはい、実際ジョンさんがいるってことですか？そうです、そうです、はい、うわ、緊張してきた。大丈夫そうですか？深呼吸とか、はい、ここ Be confident confident Be confident Good job。 ジョンさん映ったらぜひ手振ってあげてください。はい、ちょっと待ち待ち、あ、わ、すごい。 Hi John。 Hi John。 We have a presentation for you. Are you ready?Yes, I'm expecting you to blow my mind. Yeah. First is processing.
is made fashionable with various processes. Finally, about the eco-friendly. It's made with unused fabrics in good quality. かっこいい。Here! Here! That's fantastic! Oh, wow! The presentation was easy to understand. Even though it's high quality, it's cooler, also eco-friendly. Mm. Please, send me a sample by all means. Oh, okay. I'll email you after this. Oh, thank you, John. See you! See you! え、はい、今の合ってます？おっしゃってる通り、はい、すごい、合ってました。純喜くん今なんて言ってたんですか最後。いやこの品質もいいし、はい、とてもエコで、はい、とても素晴らしかったので一回このサンプルを送ってほしいと交渉成功しました。おおすごい本当に分かってた。これスーパールーキー現るですね。はい、間違いないです。素晴らしかったです。いや素晴らしい。はい私がたくさん作ってジョンさんに送りますので、うんはい、こちらのバッグは純喜さんに差し上げます。うお、やったー。はい。すごい嬉しい。やったー。はい。ではお仕事お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。Here you are. Thank you. Thank you very much. Wow. I got it. お給料もらいました。ハチキッザニア。と、なんだこれは。あ、お仕事カード。お仕事カードもいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、これでいっぱい食べれるぞ。さあ、最後はみんなで体験していただきたいと思います。はい。その場所はこちらです。わー。裁判所でございます。裁判所。皆さんにはこれからある事件の裁判に関わっていただきたい。その事件は、はい、ピザ落としてしまった事件。何ですか？なんだそれは。まあちょっと中に入ってからのお楽しみということでいきましょう。裁判裁判。すわあすごいすごい。おおおお。すごい。すごいね。すごい。こんな感じなんだ。皆さんにはこれからある事件のね裁判に関わってもらいたいと思います。はい。概要を説明しますと、はい、原告の A さんはある日ピザを食べようとしていたところ被告の B さんが後ろからぶつかってきてピザを地面に落としてしまったと。なるほど。で A さんは B さんにピザを弁償してほしいと、はい、訴えたこの裁判だということなんですよ。なるほど。グループでやってると JO1 にもこういざこざの事件とかってあります？あります。そうですね。あるやっぱり一番大きいのは騒音問題ですね。騒音問題最近は、はい、大平社生の、はい、まさかの翔瀬くん EDM 騒音事件。 EDM 騒音事件だいぶ重低音ですかそれ。 EDM 悔しいね。悔しいです。認めればするんですね。悔しいです。悔しい。感情的には悔しいですけど、まあ、裁判なので登場人物が複数おります。はい、はい、裁判長、原告、原告代理人過去弁護士ですね、はい、で被告、被告代理人、まあ、弁護士、はいはい、そして証人。これちなみに木間田君とかは、原告っていうのは分かったりするかな。まああれじゃないですか、うん、あれですね、告白した人。そうですよね。まあ三角かな。三角ですちなみに蓮君、原告は訴えた人ですね。訴えた人ですね。始まりのまあ元となった原因。なるほど。なるほど。告白した人。告白した人ですね。そうですね。告白した人。まあ告白という言い方がちょっと変ですけど。そうですね。つまり今回はピザを落としてしまって訴えた A さんが原告で、訴えられた B さんが被告ですね。なるほど。で役割をもう決めてあります。あら、何ですか。まず原告、ぶつけられた人。はい、ぶつけられてピザを落としてしまった人。はい。勝作。おお、かわいそう。かわいそうですね。被告、はい、純喜君。意義あり。なんでですか。一番やりそう。なんか狂いを感じました。まあこれを弁護していたら蓮君。あら、うわぽい。マジか。協力弁護士。そしてもう一人、ルキ君。おお、来た。弁護士です。じゃあ僕がもしかして。証人です。いや、なんだあんま分かってない。全然分かってない。これじゃない。ちなみに、いや、裁判長じゃないです。証人は分かる。証人は、まあ、証拠の人ですよね。証拠の人ちなみに証人はですね、一人二役。おお。なので、
だから原告側と被告側の両方。なるほど。で残った裁判長が、僕が担当するということなんです。台本があるみたいなんで、はい、しっかりみんなで読み込んでそれぞれ登場人物になりきって裁判していくと。はい、だから表情や身振り手振りで印象が変わるということなので、もちろんその辺もアドリブでガンガンやっていきましょうということで、いきましょう。はい、急いで階段を降りていましたが、原告が階段のところにピザを持ってたっていうことで、これより裁判を始めます。原告代理人は原告の訴えを話してください。はい。原告は先日10日、キッザニア内のピザショップで働きピザを作りました。その後友達と一緒にピザを食べようと約束していたので、階段の入り口で電話をしながら待っていたところ、被告が階段を駆け下りてきて後ろからぶつかりました。飛ばされた衝撃で原告は持っていたピザの箱を落としてしまい、原告のピザの3分の1が地面にひっくり返り食べられなくなってしまいました。被告はわざと原告を突き飛ばしたとしてピザを食べられなくしてしまったわけですから、ピザを丸ごと1枚弁償してください。以上です。被告は原告の訴えを認めますか？いいえ、認めません。原告が階段のところでピザを持って立っていたところに被告が階段を降りたことは認めます。しかし被告はわざと原告にぶつかったわけではないので弁償の必要はありません。仮に弁償の必要があるとしても、弁償するのはひっくり返してしまった3分の1だけでいいはずです。そうだ、この裁判のポイントはわざとかわざとではないのかということですね。またわざとぶつかった場合には弁償するピザの大きさもポイントになります。このあたりを証人尋問で明らかにしましょう。それでは原告被告人への尋問を行います。原告側証人は立ってください。はい。怪しいな。あなたは原告とはどのようなご関係でしょうか？僕は大平くんのクラスメートです。ああ、そうですか。当日は一緒にピザを食べる約束をしていたので、僕の好きな海鮮とグミのトッピングしたピザを作ったって聞いたので、すごい楽しみにしていていました。それは本当に美味しそうですね。私も食べたくなってきました。あなたはですね、被告と原告がぶつかってしまった時、その瞬間を見ましたか？またその時どのような様子でしたか？はい、被告が原告に向かって思い切り力を入れて手を伸ばしているのが見えました。手を、はい。そうですか。原告は突き飛ばされた後どうなりました？ものすごくよろけていて、そのせいで持っていたピザの箱を地面に落としてしまいました。箱ごと落としてしまったと。はい。そうですか。被告はその時どんな様子でしたか？謝らずにさっさと立ち去ってしまいました。謝らずに。はい。信じられない。これで尋問終わります。被告側代理人、反対尋問ありますか？はい、はい。被告が原告にぶつかった時、被告はどのような表情をしていましたか？すごく申し訳なさそうな顔はしていました。ちなみにどんな顔ですか？ちょっとやってもらってもよろしいですか？ほうほうほう。イメージと違うな。次に被告側証人への尋問を行います。被告側証人は立ってください。はい。あなたが事件を目撃した時、被告はどんな様子でしたか？私は被告と同じ階段にいました。被告はとても急いでいて転びそうになったのか、うわーと大きな声で叫んでいました。私も思わず危ないと叫びました。原告にその声は聞こえていましたか？原告は携帯で通話をしていて聞いていなかったかもしれません。被告が原告にぶつかったのを見ましたか？はい、被告が伸ばした手が原告にぶつかったのを見ました。
次に原告本人への尋問を行います。原告は立ってください。はい、それでは尋問を始めさせていただきます。被告がぶつかってきた時の状況について原告に質問をします。はい、あなたは被告が階段を駆け下りてくるのを見ましたか？いえ、直接は見てません。ぶつかった時はどのくらいの衝撃でしたか？すごく弱くてしまって吹き飛ぶかと思いました。吹き飛ぶ。具体的にはちょっとやってみてください。すいません、思い出しただけでちょっと辛いと思います。大丈夫、膝を落としただけではなく心にも傷ひどいお辛いでしょうが一度お願いできませんでしょうか？お願いします。これはかなり強かったようですね。かなり強いですね。被告に弁償してほしいと訴えましたか？はい、被告に弁償してほしいと言いましたが、被告は謝りもせずどこかに行ってしまいました。謝りもせず、わざとじゃなかったら普通は謝るよ。信じられない。尋問は以上です。被告が代理人、反対尋問はありますか？はい、どうぞ。あなたは残ったピザの3分の2をその後友達と食べましたか？はい、記念写真を撮った後2人で食べました。楽しく食っとるやん楽しく記念写真まで撮ってる。うがっ3分の2しか添えなかったんだよね。反対尋問は以上です。原告は座ってください。はい、そうだけど、はい、そうだけど次に被告本人への尋問を行います。被告に質問します。原告とぶつかった時の状況を詳しく教えてください。はい、私は友達と待ち合わせに遅れてしまいそうだったので急いで階段を駆け下りていましたが、階段で足を滑らせてしまいました。足を滑らしてあなたはどのような状態になりましたか？とても驚いて焦ってしまい、転ばないようにバランスを取ろうと手を伸ばして、そしたらその先に原告がいてぶつかってしまいました。そうだよ、わざとしなかった。原告が階段の入り口にいたのは見えましたか？いいえ、全く見えていません。原告にぶつかった時あなたはなぜ謝らなかったのですか？あれはわざとで、友達と見たいアニメがあって、早く帰らなきゃと本当に急いでいたので申し訳ない、そう思いながらも走って立ち去ってしまいました。気持ちはよく伝わりました。はい、質問は以上です。それでは判決を言い渡します。原告の請求を認める。ありがとうございます。理由はなんかちょっと嘘くさかった。どうする、なぜ分かった、なぜか嘘くさかった。いやーやだ、警備、警備取り押さえてくれ。こんな連中あっち止めるか俺は関係ない、みんなやだ以上、閉廷します。最高最高最高だよ、素晴らしい名演技、最高。さあ皆さん給料入りましたから66キッズ、はい、結構なんか生々しいね、このみんな数えてる感じが。けど頑張った後にちゃんとこうやってもらえるの嬉しいです。そうでしょ、体験してね、こういった稼いで、稼いでお金を使うところまでここで体験できる。そう、まさにそうです。買い物しようということで、こちら三越でございます。三越、うわー、三越さん贅沢だ。こんにちは、すごく高級なね、高級なところに
来ちゃいましたね。足りるかな。足りるかな。皆さん三越ですから。いやすごい高級感がありますね。やっぱいい値段するね。はいね。お金持ちですね。わ、すげえ。いっぱい働いたね。財布持ってるね。お、すごい。すごい。いやもう社長令嬢のお二人ですから。はい。はい、分厚いもん。200キロ。すごい。すごい。すいません、はい、この中で一番高い商品は何ですか。俺ら頑張って稼いだもんな。ちょっと稼いで買いたいんですよ、うん、店内にあります商品ですと後ろにあります2万キッツォのネックレスが一番高い。2万、はい、これちょっと2万キッツォ高いな。そう、これじゃ足りないな。全然無理だ。じゃあ一番低いキッツォ、一番安いキッツォですとそう50キッツォの。すごいよくしましたね。あるよ僕も。りょうくん持ってた。これりょうくん誰小学校の同級生。いや知らんし。ここで買ってたのか。知らんし。ティッシュになります。ティッシュ、はい、ティッシュです。すごい、この段しか買えないな。これが現実です。決めました。じゃあ僕お決めた。はい、この絆創膏にします。あら、世界各国の。世界各国。じゃあ僕も決まりました。はい、もう憧れのサッカーボール。あ、りょうくんのやつ。りょうくんのやつ。りょうくんのサッカーボール欲しかった。わあ。でもなんかどうせやったらなんか思い出に残るものが。そうそうそう、せっかくだから修学旅行の思い出にね。やっぱこれじゃん。でもこれ3人分だよ。誰か1人しかゲットできないっていう。じゃあ僕まだ買ってないので託しますか。お、任せてください。3人分集めました。これにします。お、お、いいね。お釣りはいりません。うわ男前。さすが商社マン、出世するよ。6時ありますので、お釣りですね。お返しします。ありがとうございます。いらないで、かっこつけてたら。あ、商品忘れるの。やばい。ちょっとお腹空きましたよね。あ、空いた、はい、ね、ちょっとランチ行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。イエーイ、行こう。ランチ、ランチ。ワン、ツー、テンションマックス。いや、でも気持ちいいな。ドライブっていいっすね。いいね。さあ、目の前に見えてきました国会議事堂でございます。よく教科書でね載ってるやつですよ、国会の。なんかちょっと空気違うわ。なんかすごい洗練されてる。確かに。おっと、スカイ君寝ている。寝てますね。寝てない。まぶたの裏見てただけです、マジで。ローランドさん、ガチっす、ガチっす。ローランドさん寝てないっす、マジで。ちゃんとね、授業を聞いてたから。皆さん、大人の街銀座にやってまいりました。わーわーわー、ジェラです。誰しか見てない。誰も見てない。ここで問題です。おっと、僕は昨日の夜、夜ご飯を何食べたでしょうか。 A ハンバーグ、 B カレー。はい、なんでこれで食らうの。 A がハンバーグ。じゃあ、いっせーの、え、ハンバーグ。え、お、ハンバーグしようが。手を挙げて俺にチラッと見せてくれる。昨日忘れました。忘れよ。おっと、これはやばい。圭吾くん、これはまずいぞ。何の時間だった。何の時間。何の時間。圭吾くんの自爆の時間。自爆時間。優しい。さあ、ここで問題です。僕の血液型は何でしょうか。 A、B、B、A。 ややこしい、ややこしい、ややこしいわ。ややこしい、ややこしい、ややこしい。 A が B、B が A。 ややこしいよ。ややこしいや、これどっちがどっち。え、どっち。ちょっともう混乱してきたわ。せーの、答えは。あ、違う違う違う。答えはこちら。 C。 え、どっち、どっちの B。 おっと、え、 A の札が正解でしょ。だからじゃあ B の、 B の A が正解です。ややこしい。ちょ、後ろのカメラマンさんがちょっと眠れそうなんで、ちょっとビリビリやってるんで。確かに。ちょっと寝てたんで。あら、寝てました。カメラマンさんが痛い痛い、何でもやった。目覚めるね。目覚める。目が覚めた、一気に。 JO1 ハウス。入っていただいて、皆さん覚えたよ。見てください。うわ、美味しそう。うわぁ、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 でかい。うわぁ、
この室内でバーベキューをしたいと思います。見てください、この肉の厚さ。えぐい。宮崎牛でございます。手前がイチボで奥がサーロインでございます。皆さんいただきます。シロン海鮮焼こう。あ、焼くか。そう、どんどんね、あの切る組とか焼く組とかいろいろ。じゃあ俺ソーセージ担当するわ。うん、え、もう食べた。え、もう食べてる人いますよ。これえぐいな。えぐいな。でもエビさ、殻も持ってたくない。確かに。あ、でも短いわ。海鮮チキンのところ。全然焼けないね。うめ。あ、いい感じです。うまいっすね。はい、あ、すいません。ありがとうございます。バイトリーダーですか。そうですね。じゃあ次ぐらい行きます。はい、ここもパラケチャーからですけど、もうソース。はい、せーの。よいしょ。うわ、すごい厚み。でかくない、これ。めっちゃ、ね、でもこれでも半分、そう、半分に切ってこれだから。よいしょよいしょ。じゃああとは任せます。うわ、らしくなってきたな。え、わ、すごい、早いな。めっちゃいい色してるやん。あれ、おいしいっすよ、これ。飛び跳ねるから気をつけてよ。はい、どう。わー、飛び跳ねた。うまい。うまい。そのまんまで気をつけてよ。うわー、あ、飛び跳ねた。 あ、危ない。階段危なかった。うまい。こうやってやってください。めっちゃ焼けてる。絶対うまい、それ。うまいな、ちょうどいいな。いただきます。どうですか。うん、これおいしい。焼き加減大丈夫。せーの。おー、最高。これ最高だね。もういけんじゃないこれ。ね、見てくださいよ、切り方が。確かに おしゃれ。切り方、切るのうま。切り方おしゃれ。切るのうま。これは恐るべし宮崎牛。ケイゴ、レンズ食べて。こぼれる。うま。うま。お塩でいただきます。エビ。わさび大好きなんですよ。たっぷりわさびつけさせていただきます。ありがとうございます。うん、うまっ。しょうくん食べてください、マジで。うわ、お、来た。うますぎる、これ。また JO1 とJO1 のみんなとこうしてバーベキューできるなんて幸せだな。僕が焼いた肉をレン君が食べます。いただきます。一口でいっちゃうから。二つを縦に。うわ、大きな大きなお肉がレン君の中に入っていく。うわ、なんてボボボボボボボ確かにボボボボボボボって。うまい。やったー。負けた人が罰ゲームではなく、勝った人には世界一の食材を使った締めの一品をプレゼントしたいと思います。一人ですか。3人でございます。3人でやっていただくゲームは、目指せ誤差ゼロ歩数計ダンス。歩数計をつけて、これからくんちきたのサビをダンスしてもらいます。1回目と2回目で誤差ゼロを目指してもらいたい。なるほど。で、動かなかったらゼロじゃないですか。それもなしですよね。そんな番組見たことありますか。まあ歩数計つけて2人でこうやってずっとやってる。
まあ、くんちきたはもう踊り慣れてますよ。レン君どうですか、くんちきたは。まあでも普通に踊ったら2回とも同じ数字になるはずですよね、はい、あ、そうですよね、普通に考えたら。1回目と2回目の差が一番少なかった上位3人が締めの一品を食べられると。これは食べたい、食べたいよ。動いてる。それでは参りますよ、くんちきたの歩数計ダンス、まずは1回目、よーいスタート。おい、ジャム。さあ歩数計ですよ。おお。おお。すごい、めっちゃ揃ってる。与那城くんと目が合った。翔星くんとも目が合った。じゃあ与那城くんから見ていきましょうか。生くんちきた、たまらない。 78、結構いく。るきくんはさすが王子様、首元に 25。全然違う、首だから。僕72回です。あー、でもやっぱ70回台だ。77。おー、あ、やっぱ70代。10。え、え木俣くんだけ10。24。あれ、なんかこんな人によって違う。8。8。8豆ちゃん。レンは10。イエーイ。いや、ぴったり。34です。34。こんなばらつきあるんだ。24です。おー、誰かいたの。24。俺と一緒。22です。やっぱつける箇所によって違うのかな。さあリセットしてください。リセット。世界一の締めが待ってますから。でもさっきあれあっちの人が気になっちゃった。それでは参りましょう、2回目のチャレンジ、よーいスタート。ちょっとトラブル、スカイ君と翔星君のやつが飛んでった。飛んできました。しかも同じ振りの時に。すごいな。すごいな。それはそれですごい。飛んでいっちゃった。でも翔星君ナイスアイディアだね、自分でロスの分を遅れた。翔星動くと、動くとあれだよ。はい。あ、僕行きます。オッケー、ちょっと待って。あと踊ってる最中に足りないかなとか思いながら、それが吉と出るか凶と出るか、どんぐらいの差が。いや、これジャスト出たらすごいけどね。でもジャストとかあるの、人いるんかな。あれさ、誰か2人ぐらいいそう。2人ぐらいはジャスト。結果発表。今回ですね、はい、ピタリ賞は、おお、あ、はい、あ、傾いてきた。あ、やばいやばい、います。おお、すげえ、すごい。しかも、はい、3人います。ぴったりが、すごい、すげえ、本当にすごい。さすが J1。 1人目、1回目、2回目、1回目が10、2回目10、レン君。おお、マジか。
さすがダンシングマシーン。すごい。そして二人目マメちゃん。おお、マジか。1回目が8、2回目も8。やった、すごいわ。そして3人目スカイくん。おお、ぶっ飛んだのに、奇跡の、あんだけ飛んだのに24回。じゃああれがちょうど良かったんやと。やばすげえ。この3人2人賞おめでとうございます。マジか。先ほどのゲームに勝った3人のメンバーにはこれから世界一の食材を使った締めの一品を食べてもらいたいと思います。本日わざわざ恵比寿のお店からシェフに来ていただきました。どうぞ。うわ、美味しそう。これはやばい。なんだろう、めっちゃ気になる。それでは皆さんオープンしてください。あ、じゃあ行きます。オープン。激辛部恵比寿ファイヤーガーデンよりシェフに来ていただきました。これは世界一辛い唐辛子キャロライナリーパーを使った鬼殺し麻辣麺です。戻さないでください。やられた。せーの、クンチピドゴー。めっちゃバカにしてる、めっちゃバカにしてる。これはどんな料理なんでしょう。でも当店ではあの女性のお客様がすごい一番頼まれる。女性のお客様が一番頼まれると。脳が覚醒するということで、キャロライナリーパーですが2013年に世界一辛い唐辛子としてギネス認定されております。やばいやん。カプサイシンは普通の唐辛子のおよそ50倍、そしてアドレナリンの分泌を活性化させてくれて食欲を増進させるだけではなく、ビタミン C も豊富なので風邪の予防や疲労回復、肌荒れなどにも効果があるという。素晴らしい。いいじゃないですか。やっぱちょっとね、その立て続けにやっぱ仕事あってちょっと疲れ気味だから3人。それでは皆さん、はい、いただいちゃってください。せーの、いただきます。もっとありがたみを持って最初にね。コーラ。いや違う違う、コーラは朝食が。うまそうだけど。いや、いや、先にね、入れとくパターンね。な、最初に胃とかをカバーしてるんだよ。あ、なるほどね。マメちゃん、じゃあレン君から行きましょう。お願いします。うわ、あ、やだやだ。食べるのダメです。おお、みんな待ってね、待って待って、レンが食べるから。香りどんな感じ。でも見た感じめっちゃ美味しそう。美味しそうだけどね。めっちゃいい匂い、いい匂い。レン、時間押してるから。押してるとか言うな。いただきます。はい、いただきます。噛んで食べるやつだから美味しいよね。美味しい、美味しい。お、女性が食べやすいんだから美味しい。大人気ですから。食べてる。いきます、いただきます。めっちゃバウンドするやん。いや、そんな辛くないと思う。スープ。どう、意外と。うん、スープ飲んで、スープ美味しい。わ、いった。あ、急に赤くなった顔。何大丈夫。真っ赤真っ赤。いかんいかん、これやばいやばい。どうぞ。怖い、お前は怖い。コーラ係。うわ、レンクもう一気に赤くなった。やばい、覚醒しております。ビリビリが効かないレンクが。いや、豆はもうズルズルいくよね。じゃあ豆、豆行こう。豆はもう豆。いや、豆ちゃんやばいよ、一番やばいよ。腹減ってもいいね。あー、いいね、豆。いいよ、豆。いいぞ、男だ、豆。さすが。お前男や。お卵と。うわ、いったよ。かなりいった。プラスプラス。おいしい。あれ？あ、いける。おいしい。おいしい。おいしいか。からの？あれ？あ、いけるよ、いけるよ。まだいけるよ。あ、本当に。意外にいける。でもちょっと手震えてない？ちょっとプルプルしてる。どっちだ？どっちなんだ？あれ意外といける、マメ。マメちゃんどう？でも手プルプルしてる。あれ？あら、意外に本当に。なんで？これいける。強いぞ。結構いってるよ。マメいけるんだ。答えて。うまい。おいしい。うまい。え、辛さは？辛いけどうまい。うま辛。うま辛。レンガで。本当同じ食べ物。あれ？じゃあスカイ。おいしい。
うわ、結構いくね。そんな行く。男気を見せると、おっと緊張した。やばい、それ以上、それ以上やめろ。それ以上ダメだ。どう、やばいです。どうですか。辛い辛い。もうそれ以上の言うな。けど、食感は美味しいっす。へぇ、美味しいの。いけるけど、こう、喉に来る辛さ。あれ、今のいけるんじゃない？今のズルズルってやつ。今までズルズルズルって。むちゃぶりはできている。マメの目が知らないですよ。マメの目が、あとあとマジでおかれっす。マメに怖い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 。マメちゃんが、あー、これえぐいわ。ちょっとでいいぞ。マメ後から来るよ。マメ無理すんなよ。マメ、いや、後から来るよ。すごいすごいね。え、ほんまに。いや、すげえいってる。マジでマメちゃんすごい。おいしい。うまい。この3人はくんち来たら完璧に弟3人なんですけどね。なぜか罰ゲームみたいになってしまいました。世界一の食材ですけども、本当にこれで覚醒したと思います。せーの、ごちそうさまでした。いや、素晴らしかった。よかったよかった。J1 ハウス。さあ、今回の JO1 の修学旅行ということで都内各所回りましたけども、いかがでしたでしょうか皆さん。まあ、地方組の人はね、なかなかこうやって回る機会なかったと思いますけども。いや、ほんまにあの高いバスから、はいはいはい、見れない、いつもじゃ見れない景色が見れたので、すごい楽しかったですね。え、翔瀬くんどう。いや、初の修学旅行なんで僕にとっては。そうだよね。だからそうですね、東京のいろんなとこ回れたんで、うん、なんかオフな日にどっか行ってみたいなっていう。はいはいはい、確かにね、今日きりね、はい、あとシンプルに楽しかったです。おー、ね、はい、初なんでやっぱ。いや、嬉しいですよ。あれ、鶴房くんも初めてだよね。はい、初めてです。いやいや、その MC みたいな音楽番組じゃないんで。あれ、すいません。大丈夫ですよ、J1 ハウスなんで。でも一応アーティスト感がすごいな。聞いてるだけ。え、まあ、僕もその魔性者と同じでちょっと聞き取りづらいな。修学旅行だったので、はい、まあ、高校で行けなかった分を取り返せたかなみたいな。今日でね、なんかすごいいい話に聞こえる。そうそうそう、やっぱマイクで喋るとね、すごい素敵な思い出の。はい、そうですね。音楽番組。でもなんかこれ思ったのは、なんか日本すごいいい国だな。改めてね、はい、ありがとう日本。でっかいテーマ、ありがとう日本。ちょっとね、気になるのが、僕レン君がずっと小刻みに震えてるんですよ。寒くなってるじゃん。なんか分かんないですけど吐きそうです。やばいよ。カプサイシンがね、やっぱりちょっと効きすぎちゃったのかな。ビリビリはいくらでもいいんですけど、ちょっと辛いのは NG。 初めてのレン君の弱点、辛いもの。やばい。まあこれはじゃあちょっとまたあるのかどうかですけども、やっぱりここでしか見れない JO1 がやっぱりたくさん表情見れますから、 JO1 ハウスっていうのは。じゃあリーダー、シーズン4に向けて、まあシーズン3のまとめとシーズン4に向けて、はい、一言お願いします。はい、そうですね、シーズン3では僕たちの、まあ、新たな一面を皆さんにお見せできたと思います。そして部活ということで、みんなも体を動かして気分もリフレッシュできたと思います。シーズン4ではまた新たなことに挑戦していきたいとみんな思ってますので、ぜひよろしく。あったらね、あったらね、あったらあったら、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でございました。皆さん、また会いましょう。バイバイ。また絶対会いたい。会いたい。J1 ハウスっていうタイトルで、僕たちがお家にいるみたいな、ちょっとリラックスというか素の僕たちを楽しんでいただけてたら嬉しいです。シーズン4、皆さんの応援があればきっと実現できると思うので、 J1 ハウスシーズン4があったとしたら、メンバーでバトルして1位を決めるみたいな、ボーリングとかダンスとか対決したい。メンバーと今度は野球をやりたいです。あと水泳もやりたいです。
なので、まあ、シーズン4があるかとか分からないですけど、またぜひ JO1 ハウスあったらまた見に来てください。みんなありがとう、楽しかったよ、バイバイ。もう最終回かっていう、本当にあっという間の時間で、この緩い感じをちょっとまだやってたいなっていうのがあって、またやれたら、またやれたらなって毎回言ってるんですけど、まだ終わりたくないなっていうのがあって、はい、ありがとうございました。はい、シーズン3お疲れ様でした。4もしやるとしたら、なんかあの大人のたしなみとかやりたいですよね。例えばあの習字とかみんなでこう協力する系、新しいことでチャレンジするんだったらちょっと料理、デザートとか作ってみたりっていうのはちょっと面白いかなっていうふうに思いましたね。本当にあっという間でめちゃくちゃたくさん面白い経験させていただけて、本当にこのハウスができるのもジャムの皆さんのおかげなので、またもしシーズン4ができたら、またジャムの皆さんを楽しませれるように頑張るので、皆さん待っていてください。 JO1 ハウスはあの僕たち JO1 も本当に大好きな現場で、本当に素の JO1 を見せれる番組だなっていうのを思ってて、3までできたのも本当にあのジャムの皆さんのおかげなので、ぜひこれからも楽しみにしててください。本当にありがとうございました。まあ、いろいろなことでも僕らも、挑戦でやったりとか、まあ、いつもの僕らがあのお見せできてない部分をお見せできてるか分からないんですけど、まあ、そういうところでも、まあ、まあ、楽しかったり面白い部分も少しでも、まあ、届いてたらいいかなって思います。今回は本当に体を動かすという僕が本当に得意なことがいっぱいありました。本当に楽しかったです。まあ、もっともっと本当にみんなでいろんなことを挑戦して、シーズン4があったらいいなと思います。ありがとうございました。自然に楽しみながらをモットーに、すごいハウスでは普段見せれないようななんか楽しい姿だったりとか柔らかい表情をなんか出せるように頑張ってるんですけど、まあ、それを見て少しでも多くの人が元気になってくれたり、何か明日頑張ろうとか思ってくれれば嬉しいなと思っていつもやってます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。思い出がたくさんできて、その思い出を皆さんとこうやって共有できる時間というか場所が J1 ハウスということであって、本当に良かったなと思っています。でも僕の中でこれで終わりではなく、これからももっとその次シーズン4-5に向けてもっともっと頑張っていきたいなと思ってますので、もし機会があったらまたシーズン4でお会いしましょう。以上、近所スカイでした。お疲れ様でした。もう自分は本当に幸せ者だと思っています。こんな光栄なことありません。シーズン3まで出させていただいて、もう一応解禁賞ということで、本当にシーズン3はより JO1 の魅力がたっぷり出まして、個性もそうですし、どんどん素の部分がこのシーズン1に比べてやっぱり距離感も近くなっていきますし、やっぱりその経験値も上がっていきますので、もう皆さんがもう出る出る新たな顔が、もうこれがもうまた魅力がどんどん出てきて、シーズン3最高でしたし、もう本当に見たい JO はまだまだございますので、ぜひシーズン4よろしくお願いします。本当に自分は幸せ者です。ジャムの皆さん本当にすみません。またシーズン4で会いたいと思います。おっつー、カミカミパニックシーズン2。ある早口言葉を1人1回ずつ11人連続で噛まずに言ってもらいます。もし誰かが噛んだらやり直しです。制限時間は1分です。わかりました。
好評につき第2弾、ね、シーズン2ね。早いね。第2回これ嫌いやわ。じゃあ順番はじゃあ順基からいこうか。こうちょっと待ってください。順基さんって大丈夫ですか？頭あ、順基で大丈夫です。ここに、まあ、ポジションチェンジしまして、あの以前とちょっと変わってきて、これがいいかなと、はい、いう決断に至りまして、はいはい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ってください、はい、そうだ、頑張ってくださいだもんね。絶対カミカミパニックスターティン。商社の社長が調査証商社の社長が調査所捜査中。ジャンキーがほんまにごめん、ほんまにごめん、もうほんまにごめん、手が限界なのよ、ほんまにごめん。カミカミパニックスターティン。商社の社長が調査所捜査所商社の社長が調査所捜査所商社の社長が調査所捜査中。商社の社長が調査所捜査中。痛い。先週よりパワーアップしてるな、なんか。痛い。もうこのゲームやだ。ここで、はい、詰まった人がやられるパターンでいきます。これはルール変更ですか？ちょっとルール変更してみました、一回。やってみましょう。じゃあ時間とかないってことですか？そう、ゆっくり言って、ダメだったらビリで次の人。そう。なるほど。間違えたらみんなの方がいいんじゃないですか？チーム戦なんで、そういきましょうよ。間違えたらオール。えぐい、そうだね。まあ、連帯責任的なもの。みんなで協力しよう。ゲームだから。いいよ、マジでいいや。じゃあガチで。じゃあとりあえず間違えたらオールということで、はい、どっちからいく、うん、それはね。いや、ちょっと怖いんで、こっちから。そうね。いや、こっちも安定じゃないけどね、別に。安定とかないから。カミカミゲーム、カミカミパニック、カミカミパニックスタート。これ無理でしょ。よし、いきます。集中。ある日の昼に、ニヒルなアヒルが昼にひるんだ。神、ナイス。いいよ。ある日の昼に、ニヒルなアヒルがひるんだ。すごいやん。任せろ。ある日の昼に、ニヒルの昼。ああ。痛い。
なんかもう死人が出るぞ。全体責任やめようぜ。もう全集中だからマジでこれ。ちょっとこれマジで。無理やん。これ全部無理や。ルキが、ルキが怒ってる。無理やん。痛いもん。痛い。頑張ろうぜ。頑張ろうな。バラエティ頑張ろう。いやここはリーダーほんま。ちょっとリーダーはちょっとバシッと決めてほしい。これでダメだね。マジでお願いします。一回やめるか。よし。手やつみたいな。あげます。はい。ある日の昼にニヒルのアヒルが昼にひるんだ。オッケー。ある日の昼にニヒルのアヒルが昼にひるんだ。よし。いいいい。よし。オッケー。はい。次頑張る。あれ、2の次って2ですか、あれ。どこどれ。あ、そうそうそう、ヒルニの2の次2ですよ。ヒルニ、ニヒルナ、アヒル。ある日のヒルニ、ニヒルナ、アヒルがヒルニヒルんだ。おぉ、けぇ、ナイス。ある日のヒルニ、ニヒルナ、アヒルがヒルニヒルんだ。おぉ、いいな、どうや。キャッキャッ、お前4連射いってるよ。たくみ、ナイス。正座した方がいいんじゃない。ある日、あ、ちょっと待って、すいません。はい、一発だから。はい、じゃあ。ある日の昼にニヒルのアヒルがヒル。惜しかったのに。惜しかったのに。ルキ震えてんじゃん、なんか。マジで生きてることだけで感謝する。マジで。マジで。マジで。はい、じゃあ。頑張れ、まゆちゃん。行きます。行ける。ある日の昼にニヒルのアヒルが昼にひるんだ。やばい。これいけるいける。いきます。はい。ある日の昼にニヒルのアヒルが昼にひるんだ。よし。オッケーオッケーオッケー。さあ、さあラスト。ここはエース。ここはみんなでね、もう喜んで終わりたいよ。よし。頼む、ジェン君。はい。行かしていただきたいと思います。はい。はい。まずお願い。ある日の昼にニヒルのアヒルがひ。ジェンホース。